こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました素敵すぎる朝食を食べ歩こうのコーナーでございまして、本日やってきましたのはこちら、びっくりドンキーさんでございます。言わずと知れたハンバーグめちゃうま。何この中毒性。ここ食べちゃったら他のハンバーグ食べた時にびっくりドンキーっぽくないなって思っちゃうくらいのうまさがあるハンバーグ、美味しい、びっくり。そして他のメニューもいろいろびっくりが詰まったお店なんですけども、外観のさ、異世界観からもうさ、びっくり感味わえますよね。でちょっと歩きますけれども、こう来てさ、こういうちょっとね、ちょっと崩れてる感じ、もうわざと世界観、ウッドチップが無造作にバッてなってて、この部品がちょっとポンって置いてある感じもわざとですからね。びっくりドンキーさん、この感じめちゃくちゃ素敵なんですけども、びっくりドンキーさんはね、こうやって見ていきますとモーニングメニューがあるんです。今回来た店舗さんは朝8時から11時のお店でございまして、トーストとゆで卵っていう風になってます。これがね、プレーントーストセット330円で味噌汁かドリンクがついてくるというものなんですけれども、なんとね、この度このびっくりドンキーさんのね、朝メニューが進化したとの情報を得まして、私やってきたわけでございます。一体どんなメニューがいただけるのか、入っていきましょう。はい、まずここ、まず一旦待つ場所も、これも居心地良すぎでしょ、住めるくらいの待つ場所です。そして本日の味噌汁、3種類の具が入ってますと、料亭みたいなね、書かれ方しておりまして、青ネギ、ほうれん草、溶き卵ですって。ランタンがあったりとか、謎の書類とか入れられる場所とかあったりとか、謎のこれ、なんか箱なのかな、何かに使う箱とかさ、ねえ、あるの。ヘルメットとか、工事現場感も謎にあったりする場所からの、入っていきましょう。ごめんください、失礼します。すごい異世界観。うわー、モーニングタイム、コーヒーお代わり自由となっております。はい、あ、はい、ありがとうございます。モーニング注文するとコーヒーお代わり自由ってのもびっくりサービスですよね。そしてメニューを見ていきますと、モーニングプレート、素敵な一日の始まりにちょうどいいと書かれてますけども、その下にいきなりドンキースペシャルブレックファスト目玉焼きというのがありまして、880円で味噌汁おかずとリンク付きなのですが、このようにトースト、目玉焼き、ベーコン、ソーセージ、ポテサラかな、でサラダもついてきてますねっていう、めちゃくちゃ朝から色とりどりのワンパクメニューで、こちらにはスクランブルエッグバージョン、目玉焼きのところがスクランブルエッグになったバージョンもドンキースペシャルブレックファストとして登場しております。下を見ていきますと、ミニマムディッシュセットとなってまして、ハンバーグですね、これがミニマムバーグディッシュとなってまして、これはね、以前僕も食べたことがあります。めちゃやっぱもちろん美味しいです。で下見ていきますと、トーストセットとなってまして、プレーントースト、これが外の看板にあったやつで、チーズトーストセット、ポテサラトーストセットと続きますね。これも本当に美味しかったんですけれども、なんと朝の新定番で卵かけご飯も食べることができます。でドリンクはこのようにずらっといろんなメニューがあって、ハンバーグディッシュのね、追加の感じもあったりします。でハンバーグ系を注文すると追加ハンバーグなんかもできたりするといったシステムでございますが、今回はハンバーグ超食べたいけども、こっち行ってみましょうかね。ありがとうございます、いただきます。あ、なくて大丈夫です。かしこまりました、はい、ごゆっくりどうぞ。いただきます。これおかわり自由って言いながら、一杯目のサイズ感がもうちょっと違うんだよな。おかわりいっぱいするってサイズ感じゃない感じのサイズで登場してくれる、この嬉しさね、めちゃくちゃいい。で
上見ると信じられない椅子の垂れ下がり方、ぶら下がり方っていうんですかね。いただきます。あ、しっかり舌の上にこの苦味が乗ってくる、すっきりうまいコーヒー。朝のコーヒー僕最近ハマってんのよ。うん、あ、おいしい、あ、おいしい、おいしいな。なんだ、なに、もう iPhone がお前がコーヒー飲んでる姿全く興味ないんだけどみたいに訴えてきてるみたいな感じになってますけども、何でしょうか。お待たせいたしました、スペシャルブレックファースト。いただきます。スペシャルブレックでございます。はい、ありがとうございます。想像以上にお皿がやっぱでかいぞ。ここからのこのでか皿に乗ってスクランブルエッグ、おいしそう。そしてベーコン、ソーセージ、サラダ、そしてなんとソフトホイップバターついてきてますし、ポテサラ、そしていい感じの焼かれ具合のトースト、めちゃめちゃ美味しそう。スペシャルな朝、ベジファーストはもう行かせてもらいましょうかね。うん、シャキシャキさっぱりと早速いい一日が始まった感じが出ちゃうよね。うん、バターの方をトーストに塗るというワクワク行為していきましょうかね。はい、ちょっとよいしょよいしょ、ちょっと塗るというか転がす感じ、雪だるま作ってる時の、うん、雪転がすみたいな感じで転がしちゃってますけども、僕はサラダをゆっくり食べすぎてトーストがちょっとね、まだあったかいです、もちろんまだあったかいんですけども、ちょっと冷めてるからかなっていうのもあるんですけども、でもこのくらいでも十分、なんですか、十分ですよね。全然いい、別に大丈夫ですけども、持ったらまだ温かいですし、絶対サクサク音出ますから、聞いてください。でしょ、うまい。パンも奥の甘さがふわっと広がってうまいパンで、結局このパンの上にね、例えばスクランブルエッグとかを乗せていくってことでしょ、うん、でお皿としてもリッツパーティーのリッツみたいな感じで使ってよっていうメッセージもあるんでしょ。うわー、これはそりゃそうです、トロ熟のスクランブルエッグ、それとサクサクのパンが合わさった時の食感の調べね、ハーモニーね、そこです。で、トーストマネージメント難しいなってことにも気づかされている最中です。だってポテサラもベーコンもこのソーセージも全部パンと一緒になりたがってるんですから、今スクランブルエッグ乗せた瞬間にこの辺のメンバーがちょっとまたコールかけてますから、ネルトン・ベニクジラ団っていうところのパンをどう運用していくかってことなんですけども、1個はじゃあもう これもんでいく、ちょっと今思った以上にポテサラ乗せたパンが縦に長くて焦った。あの恵方巻き食べてる時にさ、イカだけ噛み切れなくてイカだけこっちにビヨンって伸びてきちゃった時くらい焦ったんですけれども、大丈夫だった、一口で行った時顔めちゃくちゃ長くなかった、大丈夫だった。では残りなんですけども、そうだよね、一応このソーセージを半分に切って、よしと、これをこっち乗せると、先にこっち乗せてからこう来た方がほらクッションになるから、ここかじるっていういい朝だぜ。わんぱく大満足オールスター感謝祭でございます。いよいよ食べ終わっちゃう感じになってきてるんですけども、今度はやっぱりねパンがチヤホヤされすぎてるので、逆にこっちのメンバーでベーコンで
具材を巻くと、でそこにトーストを呼び込むと、でこう巻いてこう刺したらこっちのもんなんじゃないですか。これごちそうさまでした。というわけでびっくりドンキーさんの新モーニングドンキースペシャルブレックファスト食べたなんか必殺技感のすごいメニュー名でございますけども、やっぱりお皿がね、多分現物見たら分かってもらえると思うんですけども、とにかくでかくてそこにボンボンボンってもう食べたいものがいっぱい載ってまして、満足度の高い本当にいいモーニングで、確かにいい一日始まるなといったメニューでございました。美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、パンダサクサクさんからのコメントで、すみません、タイムツリーを使ってるんですけど、アップデートしてから使いづらいんですけど、打ち込んだ予定を見るとき一個一個が確認しづらいです、改善してほしいです。僕に言うことじゃない、僕アプリの開発者じゃないから、僕に言われてもってことになっちゃってます。でタイムツリー確かに、ね、僕も使ってるんですよ、家族でうちの妻と一緒に使ってスケジュールをねそれぞれ入れて、あ今日は妻はこんなことしてんだ、あこの日は娘のこういう予定があるんだとか全部ここで分かるようになってんですね。で僕もね入力するときに、なんでハイちゃんいつもハイちゃんの予定は緑色のやつで入れてほしいのに、ハイちゃん なんでこの赤で入れちゃうのとか、なんかそれ言われるんだよな。で僕もそれ言われて、じゃあ今度は絶対緑で入れようって思ってて、またハイちゃんまた赤で入ってるよあって なることがあるからさ、ちょっとさ改善します。いや 僕じゃないんだ、だから僕やってないんだよ。角の脇製麺さんからのコメントで、こんなに YouTube の規約に引っかかりそうな、なんなら捕まってもおかしくないような動画を毎回投稿してますけど、罪の意識はないんですか。そんなにそこまで言われちゃうほどなんか迷惑とかさ過激なことしてます。おでんツンツンとか回転寿司のお皿になんかやっちゃったりとか、そういうことしてます。それを毎回やって毎回バズってるチャンネルにつけられるコメントならいいんですけども、そこまでのことをしてました。今日も僕食べるときに顔長くなってないかなとか、その辺がマックスの過激映像だったかなって思うくらいの感じだと思ってたんですけども、これどこのことなんだろう。田舎っぺ副将さんからのコメントで、年取ったなぁと思ったときシリーズ、幕内力士が全員年下だったとき、これはあるよ、そうなんだ、みんな年下なんだっていうね。えこのだから高校球児とかもそうですよね、昔二十歳中盤になったくらいの頃にふと気づくんだよね、なんか甲子園出てる子たちってみんなお兄ちゃんっていうイメージがあったのが、気づいたらあ年下なんだっていう、 すごいなんかあーって思わされる感じね。でそれが40代とかになってくると、当然年下の子たちが頑張ってる、応援したいっていう気持ちになってきて切り替えが済むんですけども、なんかハッと思わされる瞬間あるよね。今だったら僕ね、サッカーの元日本代表の選手でもう引退してからしばらく経ってる元超有名選手みたいな人がテレビ出てきて、あれ引退してからこんな経ってる選手がそれでも年下なんだみたいな、あるよねってことはすごい年取ってんだみたいな感じ思わされる。このシリーズ僕好きなんですけども、このさ年下なんだって思うこと以外でこのシリーズ続くのかなっていう、続けてほしいんだけども、それ以外でなんかパターンあんのかな。あでも綿飴食べなくなったなみたいな、綿飴にそんなテンション上がらなくなったなみたいなことは思うか、だからちょっとこのシリーズもっとください。魔性あゆさんからのコメントで、コメント見たらハイジーさんの動画を一時見なくても内容がわかるから時短できてありがたい。ありがたいじゃないよ、コメントだけ見てね僕の動画見た気にならないでください。多分全然わかんないと思う。普通の動画だったらコメント欄を見ることによって、あこういう感じだったんだ、サッカーだったらさコメント欄見て、あこの人が活躍したんだとかさ、あこの人が点取って こうやって勝ったんだみたいなことわかるかもしれませんけども、このチャンネルだけはちょっとそういう枠から外れてる気がするんだよね。今日のコメントちょっと振り返ってみますと、あのタイムツリーのことを言って、タイムツリー本編で全く使ってませんからね、タイムツリーのことなんか言ってませんから。そして、
規約に引っかかりそうな動画だから、そんな迷惑行為も多分働いてないと思ってます。で、年取ったなと思ったシリーズ幕内力士とか、この日じゃあ僕がどこのお店に行って何食べた動画だって絶対わかんないでしょ。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン、デレスケさんからのコメントで、食い逃げするハイジさんを追いかけたいので飲食店のバイト始めようか悩んでます。どんな理由で飲食店のバイト始めんの。100歩譲って、だからもう食い逃げをする人だったとして、譲ったよ、相当譲ってする人だったとして、それ追いかけたいからアルバイト飲食店でしたいって、相当遠回りじゃない。警察官になった方が早くない。だとしたらもう